はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回は受難中にしましたね。全データ消費数初期化、一からやり直しだったら本当困っちゃうから勘弁してほしいよねっていうね、話題になります。あれ忘れてた、あれ例のあれね、どっか行っちゃったからね。ズラン通信者の方はここでもう見ないでくださいね。ドイムの方はいいけれども、ガチンコのズラン通信者の方はここから先に見ないでください。不愉快な表現があるかもしれないんでね、見ないでください。以上です。はい、そんなわけでね、行きましょう。昨日からアップデートね、終わらない。何があったんだで、山内氏もね、申し訳ない、そんだけで終わり。この申し訳ない、この申し訳ないっていうのはどういう時に使う言葉なのかね。取り返しがつかないことになった時に本当に申し訳ないなって思うわけだよね。で、遅れてるとかね、そういったものはもう少々お待ちくださいとかね、今一生懸命頑張ってますとかね、今復帰してるとか言うけど、申し訳ないっていうのはその何があったんだよね。で、そこからもうだんまり決め込んでるので、何かしらどうしようか、まあ、予算が要はある程度の大規模な予算が必要になるのか、だからそのこうしますよっていうのが決まらないと、結局次の言い訳にしても結果にしても、いや、こんなことが起こってしまいましたっていうことが見えないわけで、で、本当一瞬だけね起動できたっていう方が、もうマシンも変えたっていうね、そういう情報もあるけれども、アブスのバグもね直ったとかね、でも初期化されてるやん、ね、お金もジロ戻ってる、また一からかみたいなね、そういうのを 見ちゃった人たちがすごい不安だよね。で、おじいも 1.07 にもアップデート済みなんで、昨日メンテナンス中、15時から17時の時に16時半頃だよね、アップデートをして皆さんに動画残したと思うんだけど、アップデート自体はもうね少々完了しちゃったんでね、16時台に、まあ、そんなけどね、いや、おじいもこれまでね本当寝る時間も惜しいんで毎日がむしゃらにやっていたデータがね、初期化されて、また最初からしたら、おじいの人生何だったんだってね、そうなっちゃうよね、本当、まあそんなわけで、ちょっと皆さんのね、コメント見ていきましょう。まあ、今回のデータはね、この黒木さんっていうんだね、うん、ね、これなんて読むんだろうな、黒潮かなと思ったらね、かっこ黒木って書いてあるから、このね、かっこだけでいいじゃないの、カタカナで黒木ってやればそれでいいじゃないの、漢字の方いらないよこれね。朝起きてドットコム確認したらまだメンテ中だった。一体どんな致命的な不具合が起こってるんだろう。昔ソシャゲでメンテが長引いて結局全データが消えて、そのままサービスが終了したという事件があったけど、これは嫌な予感がってことで、で、このコメントをいただいて、あこんなことが GT7 で起こってきたら、まあ、とりあえず先に謝っておこう、申し訳ない、ね、内容は言えないけど申し訳ない、ね、で、中にはね、地震の影響じゃないかっていう人もいたんだけどね、さっきね。でも地震が起きた翌日の夕方のアップデートで、で、サーバーの稼働にしてもメンテナンススタッフにしても全部揃ってるんだよね。で、そっから何か、あ、ちょっとこれはってなって、延長が当初は1時間の延長だったんだよね。で、それぐらいでなんとかなるかなと思ったけども、実はそうもいかなくて、で、いつになったらなんだって、そこから音信不通になったっていう、あ、これはちょっとっていうことになったって、だから最初のうちは、まあ、ちょっと1時間も延長すればなんとかなるんじゃないかなと軽く見ていたんだけども、実はそうも言ってられなくて、いや、全然目処がつかないっていうね。あ、でももし地震が影響するんだったら、そのだって停電とかね、個人化にしても、じゃあもともとそのアップデート自体
とかその対策とかがもともとそれが予期できるものなので、まあ、そもそも処理自体をストップするでしょう、ね、でましてそこのエリアに集中してプログラムを作っているのかっていうとね、ちょっとそれも疑問だし、で今はね、出勤しなくてもいろんなね、チームが個々に自宅でやってる時代なんでね、だからそういうのもあるのかな、どうなのかなとも思うし、ちょっとね、いろいろ何とでもね、パソコンとネット環境だけあればいくらでもできる仕事なんで、ちょっとそれがねあるのかな、ないのかなっていうね。じゃ あグランツーリスモのね、チーム、じゃあどこも対応ができないような、何もできない状態で、ああ地震の影響で何もできないやってしてね、そういう状態になってるのか、と思ってね。じゃあ最初、このに日本の地震がそういう影響あるのっていう、いろんな公式とか海外とかね、ああいうの見てると、日本のここのところで地震があって、で停電ももう復旧してるしね、いろんなものがあったら、とにかくその地震の影響だったらそれはもう最初に書いておくよね、地震の影響により、だから宅急便なんでも影響によりね、支援が発生していますとかさ、だから今例えば地震の影響によりね、メンテナンスにちょっと影響が出てますとか、それを発表すれば静まる話なんで、それを行わないっていうのはなんでなんだろうなっていう、だからその天災によるもので致し方がないものっていうのはどんどん発表するはずなんで、そこを隠す必要がないじゃん結局。だからおじいはね、そういうものはねないなと思ってるんだよね。まあこのね、コルキさんのこの内容はね、本当嫌な予感があってね、おじいも次のアップデートで、もうバグがバグを呼んで、とんでもない、ね、事件になりそうな予感って言ってたけど、オジソラダモスの大予言って当たるんだよ本当。このチャンネルではいっぱい的中させてるからね、あと都市伝説に丸め込まれないとかね、そういうチャンネルなんだけどね。皆さんはもし課金したものもなくなって、ね、データが全部リセットされてまた一からってなったらどう思いますか、もしそうなったら、ね。まあ、そんなわけでね、今回は本当ここね、まあ、皆さんで全データ初期化、ね、一からやり直し、ね、だったら本当に、困っちゃうから勘弁してほしいねっていうね、まあ、こういう内容の動画なんだけど、おじいはそう思うんだけど、皆さんはどう思いますか、ね。はい、次はね、小池もね、ベータテストないのが悪い、そうだね、とにかくベータテストをしないと、本当そこがおかしいよ根本的に。そのベータテストをユーザーにやらすっていうね、それがおかしいんだよ。だから今までジランツってね、完成する2年前に売ってお金現金化して、で2年かけてなんとか普通の発売する状態に持っていく、他のゲームがね、そうでしょ。だからね、それがおかしいんだよ、ベータテストないのがね、おかしいんだよ本当。でもっと昔はなんだっけ、希望者集めて、でベータテストね、希望者みんな何月何日何時からいついつまで行って、一般の人がガン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 プレイして、でどん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 バグ報告してもらうっていうね、それ昔あったような記憶がここにこびりついてるんだけど、あれは いくつの時代だったかな、おじいもやりたいかなと思ったけど、バグ探せるほどね走り込めないから遠慮しとこうと思って申し込まなかったんだけど、普通それ あって普通だと思うんだけどね、おかしいんだよね本当ね。であと昔みたいに体験版ね、本当先に行けなくてもいいけどもせめてね、第1章第2章ぐらいまでは各モード進めるとこまでガン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 やらしていけば、あれやったりこれやったりして、うわーこの続きやりてーってそうなるし、それ相乗効果があるじゃん、体験版みたいな。でそこでベータテストの役割があるから報告してもらって、製品版ではこうしますよっていう、これが今までの流れじゃん。でそれもないわけじゃん結局。だからね、おかしいんだよ今。
ね、はい、これ39分前ドリームさんが俺のフェラーリっていうのは何のことですか。これ毎日俺のフェラーリって唱えるとシムがめきめき上達すると一部でささやかれている知る人ぞ知る魔法の呪文なんですよ。知らない方ね、もうシム信者にとって魔法の呪文なんです。俺のフェラーリね、知らないよ知らないと潜りだよ、シム信者になれないよね。おー俺のフェラーリ、おー今日の俺のフェラーリね、ちょっとじゃあみんなで見せようかね、ちょっとじゃあ行ってみようね、今日の俺のフェラーリなんだけども、ちょちょじゃあどこで調整するかな、あじゃあ今日はここでちょっとチャレンジしてみようね、俺のフェラーリちょっとどうかな調子は、ちょっと柔らかいかな、ちょっと待ってね、ちょっとなんかいつもより柔らかいんで、うん、まあ、ちょっとね、何十何歳のおっさんがね、こうしてまあ真剣にねチャレンジしておりますね、こんなもんかな、ああもうこんなもんかな、うん、これぐらいしとこうね、さあどうかな、おお、うん、こんなもんかな、いつも、うん、こんなもんかな、よし、まあ形は良くなったから、じゃあ行ってみよう、ちょっと、はみ出ちゃった、あおかしいな、いつもだったらもっとあれなんだけどもな、はみ出ちゃおうかな、ここ行けるはずなんだけどな、行けない、おかしいな、ちょっと待てよ、何歳のおっさんがね、今頑張ってるからね、まあ、なんとかちょっとここをクリアして行けるようにね、行けるか、行ったー、みんな、見たね、俺のフェラーリ、ね、俺のフェラーリ、まだ頑張ればいけるんだよ、フェラーリね。ってね、こういうのを頭の中でね、いろいろ出てくるから、俺のフェラーリって言ってると頭の中でいろいろ出てくるし、あとね、まあいろんな動画もあるんだけども、ながらでかけてると、おかしいな、グランツのタイトルでなんかクリックしてなんか流れで聞いたんだけど、あれおかしいな、観音小説な、あれおかしい、うん、グランツで、あれそうだよ、タイトルあったりね、あれ何の話してんだろうこれなってね、ちょっと分かんないようだがね、妄想でこうできるかもしれないんでね、まあ俺のフェラーリは伝説なんですね、もうシムファンの方にはなくてはならない俺のフェラーリね。はい、次の方ね、うんね、はい、アキアラさんね、私から2022年クショゲーム大賞を少々とグランツーリスモシムと決めました。俺のフェラーリがーこれはもうやばいね、 1.07 に重大な公式が言ってるけど、お信者たちかわいそうです。ほらね、ほらドリームさん見てる、俺のフェラーリっていうのは何のことですかって、おしがみんな言ってるから、ね、俺のフェラーリがーってこうやって一日一回唱えるとめきめき上達するの、魔法の寿命なんだよこれね、なのでドリームさんもね、一日一回俺のフェラーリがーってね、お前の実力がこんなじゃないはずさ、もっといけなさってね、頑張っていただければと思います。はい、次はウィーさんです、ね、アップデートで完成させるのは PC 文化ですね、Google はじめビッグテック系がとりあえず動けば出す、アーリーリリースの習慣を広めたけど、もう難しくてよくわかんないけどね、うん、そうなんだね。はい、あ、また出た、フェラーリ、自分このゲームをクソなの言ってるけど何も被害がない、人気なくてよかった、私はアメリカに住んでるんですが、こちらの信者もとても怖いですよってね。でも違うのは、こちらの信者は個人攻撃じゃなくメーカーにはっきり言ってますね、ジランツってゲームを初めて手にして かなり勉強になりました。ここの人たちとみんなでワイワイレースできる日を待ってますってことでね。そう、まあアメリカっていうのはちゃんとメーカーにはっきり言うんだよね。アメリカってそうだよね。アメリカっていうか、アメリカだけじゃないよ。中国とかそういうとこもそうだよ。みんな。日本だけなんだよ。言いたいこと言われて、僕も思う思いしてるの。だから、アメリカって、アメリカ、英語圏の人と喋ると、もうまず、ノーとかね、ノーサンキーとかね、
こうやってこれノーってこう来ると日本人ってすごいショックを受けるんだよ。おじいも最初ね、そういうの慣れてた時にもういきなりノーからつくからガーンってこう来る方があるんだけども、当たり前なんだね。だからイエスかノーかをはっきり言わないでモコモコモコしてわからないっていうのが一番イライラするんだよ。あと遠回しとかなんかオブラートに進んだりとかね。でおじいの場合は視野を世界に広げてるからね、なんだっけ、カナダの近くのね、これの分配のね、あっちの会社の人とかね、アメリカ圏の人とか、あとまあ中国はほとんど多いんだけども、いろんなワールドの人と話す時におじいも、ね、この動画ではすごい皆さんから叩かれるけど、ストレートにダンダン、これはこうだダメだクソだってね、こんなやつは出さない方がいいってね、こんなクーポンは最初からない方がいい、やめた方がいい、こんな2日3日じゃいらないって感じでね。でその理由はこうこうこうなんだよってね、動画っていうのは後から見る人がいっぱいあるけども、あいいなと思った時に、あもう2日間のクーポンで終わっちゃったんだ、あなんかすごいなんかがっかり、なんか普通に買うと損したような気分になっちゃって、こうやって日本人は思うんでしょうって。ではもう最初からこれはない方がいい、こっち側もうちょっと下げたらどうとかね、そうすればこうなるから、ついこの間までこんなんだけど今ねほら値段下がったよ、チャンスだねって言いながらね、出せるでしょっていうのをちゃんと説明してるの。だからねおじいの場合イエスとノーっていうのをもう日本人以外の人との交流が毎日多いんで、本当だからこうやってコメントを拾ってない時ってもう 100% 日本人以外の人としか喋らないから、やり取りしたいから、だからそういうやり取りになるんだよ。だからおじいがさ動画で何でもかんでもこうやっていろいろ表現するけども、すごい言い方がとかきついとかさね、言うけども、世界を基準にするとこうでないと物事進まないんだよ。で勘違いする人もいるし、いやそれはそういうつもりだ。だから日本人ってそうでしょ、法律でこうやってあっても解釈をねじ曲げればね、あれができるこれができるっていう解釈ね、解釈によって結果が変わる、これが日本人なんだよ。だからおじいの場合はあこれはこうじゃない、おじいはこう思うね、イエスノーというのをバーンと言って、その理由を言う、ね、まあだからね、おそらくこの方もそこら辺はちゃんとそうだよおじいって言ってくれると思うんだけど、日本人だけなんだよそういうのって。海外で言ったらもうとりあえずねこれこれですが、あノー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 サンキューね、でもそこで分かって、そんなに気にしないでもうそれが当たり前のことだからね、あいらない、あオッケーでね、これ使うかい、あノーサンキューよーって感じでね、でそこもこれノーサンキューって感じはないし、これ言い方で違うからね、本当ね、いらないっていうのはねもうノーサンキューしてノーサンキューって感じね、こんな感じやるし、日本人だってそうでしょね、バカっていうのとバカって言うんだ、バカっていうのと違うでしょ、ね、でも日本人っていうのはいろんなことでね使い分けができないんだよ本当。海外の人っていうのはこうやっていろいろこうジェスチャーも使うし、その表現だよね、だ本当で、五感を使って表現する、日本人ってそれがないんだよね、顔の表情も変えないで喋ってるし、ね、本当喜怒哀楽ね、そういったものをこうやって感じを向けて「NO!」って書いて、ね、アメリカだともう「NO!」って書いてもうかばっかりしてね、もう本当にここにこういうマークが出てね「NO!」って感じで、ね、こうやって表現するからね、それはダメだよ、あそれはいいじゃないってね、それどうなんだろう、みんな同じ表情じゃん日本人って、だから日本人は表情がないって言われてんだよ、知らないだろこういうのを。だからおじいはね日本人としては恥ずかしいなバカだよねってね、いつも言ってるけれども、やっぱ世界を見て世界の人たちと地球規模でいろいろね接してると、日本ってあーって思うわけだよね。ね、分かるよねおじい言ってることね、本当日本ってねつまんないんだよね本当ね。そんなわけで、でこの方はね、まあ、おじいもこうやってコメントくれる前から、最初のコメントくれた時にこの人どんな人なんだろうなって、もうずっともうここでね、もうマジクソとかバカとかね、だからおじいダメだクソゲだって言った時にコメントさせてくれてるから、あどんな人なのかなと思って見に行ったら、ああやってるじゃんみたいな、アメリカからやってんだねって頑張ってるねっていうのがね、
あのおじいちゃんも先に見てたんだけどね、うん、まあ、クソゲーだしてもね、誰からも叩かれないよーしてね。はい、デニール・クロタイチさんね、クロタイチ好きなんだね、ほんとピーッつってね、あ、俺のフェラーリーと、なんかちょっとあの 共通点があるかもしれないね。レースゲー以外にも馴染みのある視点からすると、リリース後直近のアップデートやメンテナンスはどのゲームも予定よりも延長したりしゃべってってことが多いですね。マイクロソフトのゲームも、まあ、あることですので GT だけをね、頭に上げることはないですね。とはいえ、だから良いというわけではありませんが、最近のゲームはどれもオンラインアップデート前提で、アーリーアクセスゲームばかりで、ほぼほぼお買い切りで遊びきれるものがありません。ネット世代ならではといえば、聞こえはいいですが、それが正しい動きとも言えないのが最近のゲーム、うんちゃらの問題でして、これなんて読むのこれ、まあ、GT7 待ってる間、大好きなフォーザでもやって、のんびり待っておくといいですよってことでね、うん、今、GT プロやってます、GT プロ、昔のゲーム、ね、昔のゲームなんだけど、音はいいんで、本当、で、ズランツよりは、全然、コーナー進入する、あーオーバースピードだー落としきれなかったとか、あーほらねみたいな感じで、もう五感がもう曲がれねえよって、もっと遅かったよとかね、うん、で、あのあーってブレーキ押すとピーってこうロックしちゃうんで、でポン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 ってやって、こうポンポンポンってやるのが前だけど、それがまたタイミング間違うとつらんってこういっちゃうし、そういうのが直感的にできるんだよ、あのレースプロっていう昔のこれね、昨日もセカンドチャンネルでアップしたけど、この昔のゲームなんだけど、本当にねズラン27よりはめっちゃリアルなんだよ、本当だ、グラフィックもね、もう2世代ぐらい前のグラフィックだし、動きも滑らかではないんだけれども、でも全然あのブンブンブンって言いながらね、でピッピッピッピーってなる前に、前に出ちゃったらフライング捉えちゃうから、あのこれニュートラがあってね、で一足に入れられるんだけど、ちょっとブレーキを踏んでないと、でブン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 ってピーンと同時にパーンってこう上げるんで、だからニュートラのままピッピッピッピーって手から一足ってやるとバーって置いてかれちゃうし、あの本当ね、本物さながらに走り出しから面白いんだよレースプロって。で、あのブンブンブンってやった時に1個落としすぎるとニュートラが入っちゃうんで、だから本当あのバックがあってニュートラがあって1234566っていくんで、だから54321ってで下げすぎちゃうとニュートラでつるむってなっちゃうんだよ。ああ、でパニックになってさあ、これバックだよ、何やってんだよって言いながら、あのズランツのつもりでね、1個ガチャンと上げるとブーン、あーニュータラだったらもう一回あげないとっつってだから、あの本物もそうなんだよね、あの車ってね、あのバックがあってドライブがあってね、あの ニュートラがニュートラか真ん中がね、ニュートラがあるからね、まあ面白いよね本当ね。はい、次はね、フィルムオブコーさんだね。今現在サーバーメンテナンスが延長になってます。オフラインのみの一部がプレイ可能です。アップデートによりタイヤのシミュレーションが変わりね、なんでまた変わっちゃったの本当。あの タイヤのメーカーもちゃんとしっかりとね回収してたんじゃないのね、まあ、あの俺のフェラーリーっていうね、大人の事情だってなんかね、大人の事情で俺のフェラーリー、あー もっと俺は生きるのに、うちのタイヤはもっといけるぞね、こんなんじゃねえってね、じゃあちょっとね、あのお事故の日に、じゃあちょっとこのフェラーリね、こいつを剥がしてみようってね、おー見投げるこのグリップ力はみたいなね、こんな感じになってくるんだよね。タイヤシミュレーションが変わり、なんで変わっちゃうのか分かんないけどね、前回よりもグリップはでも、あのハミルトンは何て言ったのこれに関してね、タイヤシミュレーションが変わったのは、前回よりもグリップ感が出ていてリアが長くなっています。そうなんだ、なんか遠赤でグリップするって書いてあったけどね。でまたパッド操作もモーションによるシェアリング操作感も
向上しているように感じ、これなら全国でも走れるようになっていると思います。本当？でもあれでしょ、今持ってる車で走れないでしょ、どうして。走れるのかな。ただ AI に関しては相変わらずなので、 AI とのレースを楽しむことはできないかと。スポーツからの流れもあり、オンラインありきの他ユーザーと走るということがメインになってしまいますってことだよね。だ本当はあの AI に関して言ってたことは何だったんだっていうね。本当なんかね、ひどい話だな。散々売り文句だったものがね、ついていない。おいおい、これ言っててもねえかね、あ、後からアップデートでついてくるからみたいなね、こんな AI だったんかみたいな、あ、後から、2年以内になんとかなってっから気長に見ててみたいな感じなんだよね。はい、横文字さんね、レース賞金半額ってマジ課金しちゃあかんの。買い切りのゲームで、オンラインまでまともなゲームできないのはどうなのよ、ね。いや、買い切りのゲームじゃないでしょう、これ。というか、今はね、CS でも買い切りで遊べるショットは少ないですね。なんなら GT5 の時代からそういう傾向が強いですってことだよね。まあ本当ね、もう全部、だから、なんていうか、ダウンロード版にしてね、で、基本プレイを無料にすればいいんだよ。おじいはそう思うんだよ。基本プレイを無料にする。それで今のレートでコツコツ貯めて、時間があればなんとか、もう限りね、無限に時間が、ただ期間限定のやつは無理かもしれないけど、でも無料でも遊べるよっていうね、普通のゲームみたいに。で当然そこに課金をすればね、お金も買えるしマシンも買えるしね、どこだっけ、どこが欲しいって言ったっけ、モテギかね、コースが欲しいって言っても、ジランツの過去だとね、モテギとかはいくらだっけ、何百円だっけね、500円だっけか確か、それで課金して買うんでね、おじいも買ってたんで、コースね、まあ、コースを最初はね、おじいね、コースを買えばそこでシングルレースも遊べるのかなと思ったんだけど、後から買ったコースってタイムアタックか、それかオンラインでの対戦の時にそこで弾かれないっていうだけのお話だったんだよね。それちょっと最初ねショックだったんだけどね、ここまでかな。はい、そんなわけでね、今回一番心配されるのが、本当今回のアップデートによってね、1.06 に上げちゃった人が怖いよね。まだ 1.05 のままの人でアップデートしていなかった方は、次の 1.07 あたりが07かどうか分かんないよ、もっと大きな修正だと思うけど、7じゃないかもしれないね。で次にスキップする人は大丈夫かもしれないけど、 1.06 に上げちゃった人はちょっと怖いよね、今のとこ。だ全データね、消費数ね、初期化1からやり直しだったら本当に困っちゃうから勘弁してほしいよねっていう内容でした。まあ皆さんからのご意見もね、たくさん一人で思うことの方はお寄せいただけたらと思います。暇つぶしになった方は俺のフェラリーって唱えながらグッドボタン押してくれたらありがたいです。またね、バイバイ。